はい、どうもこんにちは。今日はですね、こちらです、こちらシンクパッドの SL410 という PC ですね。こちらの方ジャンクで購入いたしましたという形です。これ購入したのがね、ずいぶん前で、多分今年の4月ぐらいかなっていうのに、ポチッとちょっとしてしまいまして、そこからまあほったらかしにしてたので、まあそろそろ整備をしようかなっていうので取り出してきました。はい、というのでちょっと中身見てくんですが、外観の方がですね、だいたいこんな感じ。まあちょっとかなり綺麗めに見えますよね。液晶の方が14インチの液晶という形ですね。で、まあインターネットで見てみると、セレロンのデュアルコアの T3500 っていうのが載ってるらしい。 2.1GHz らしいですよっていうことと、あとは 2GB のメモリー、それとハードディスクが何 GB 載ってるのかな。詳細スペックがあんまりわからんまんま買うてしもうてるという状況ですね。まあとりあえずはちょっとよくわからない状況でちょっとスタートさせていって、まあ実際動かしてみてどうかという形でちょっと見ていきたいなと思います。で、こちらね、ジャンクの理由としては、おそらくはジャン、割と致命的なんですが、バッテリーが乗ってないと。でしかも AC アダプターがないということで、今回ですね AC アダプターがなかったので、 Amazon でこちらジャン、シンクパッドの AC アダプター、いろんなタイプ使えますよっていうやつを購入しましたので、これで動かせるかどうかっていうのをちょっと確認してみたいなと思います。そもそもメモリがちゃんと乗ってるのかとか、ハードディスクちゃんと乗っかってるのかとか、その辺もちょっと確認をして、起動確認、その他もろもろちょっとやってみたいなというふうに思います。まあとりあえずちょっと調べてみます。はい、それじゃあ外観の方ちょっと確認しておくんですが、こちらの方ですね、天板の方がまあちょっと傷がいってるなっていう程度で、割と綺麗に使われてた様子です。でやっぱりね、ちょっと古いタイプのシンクパッドなんで、ちょっと分厚いですよね。前面がこんな形、こちらの方にスリーブマークとか電池マークが入ってます。はい、そして左側面かな、こちらに電源ポート、 USB が2機ですね。こちらの方なんだろう、 SD カードリーダーかな、 DVD ドライブっていう風な形。はい、そして後ろが、ここがバッテリーがちょっと抜けてしまってますのでね、こちらにも USB、 はい、そして、右側面の方が排気口、そしてこれが VGA の端子で、こちらこれなんだ分かんないのがついてる有線 LAN、 HDMI の出力出てますね。でイヤホンジャック、マイクジャックっていうので、ね、こういう仕様になっています。まあなかなかカッチリしててね、一昔前のシンクパッドしっかりしてるなという形です。はい、というので裏側、底面がこういう形になってます。こちらの方でアクセスできそうなので、とりあえずちょっとこちらの方を開けてみて、中身ちょっと確認しておきたいなと思います。はい、っていうのでハードディスクちゃんと入ってますね。メモリの方も、あ、こちらは2ギガ刺さってるっていう状況。 CPU にもすぐアクセスできるっていう形、 CPU の方がこちらの CPU クーラーの下にあるという形かなというふうに思います。はい、というのでまあ電源つなければすぐにちょっとつくかもしれないですね。じゃあとりあえずはハードディスクなので、こちら SSD に交換、こちら増設できるかどうかっていうところをちょっと確認をしてみたいなと思います。はい、それじゃあですね、一応セッティングしてみたので起動してみようかなと。まずはバイオスの方にね、ちょっと入ってみたいなと。じゃあ行くぞ、電源スイッチオン、押してきた、 OK。はい、というので、BIOS にすぐ入れましたね。BIOS バージョン 1.40 という形です。ちょっと詳しく見ていこうかなと思います。はい、というので、こちらの方出てますね。BIOS デート、2011年の4月1日。なんかダメな気がする。CPU タイプがセレロンのデュアルコア CPU T3500。CPU スピードは 2.1GHz。で、メモリの方先ほどちょっと増設したんですが、トータルで 4GB っていう形です。というのでね、早速、こちらの方ね、SSD に換装しましたので、こちらの方に Windows 10の方を入れて、実際のところね、どれぐらいのパワーがあるのかというのをちょっと確認をしておきたいと思います。じゃあ早速ちょっと作業を進めていきます。はい、ということで無事に Windows 10のインストール完了いたしました。よっしゃ、
よいしょっていうので、早速ですねどんなもんかなっていうので各種ベンチマークとかねかけていきたいなというふうに思います。まあちょっとねセッティングしてる最中もセレロンのデュアルコア T3500 っていうことで、まあちょっと古い CPU にもなるんでね動きはあんまり良くないなっていうのが正直な感想ですけどね。一応はシステムの方をちょっと見てみるとっていう形で、プロセッサーがセレロンのデュアルコア CPU T3500 の 2.1GHz で、実装メモリー最初 4GB とかさしてたんですが合いませんでしたね。 2GB のものを増設しまして 4GB という形になっています。はい、というのでここまでまあ問題ないかなという形ですね。じゃあ早速シネベンチ R15 ですね、こちらの方ちょっと見てみたいなというふうに思ってます。はい、というのでですねシネベンチ R15 こちらの方を早速稼働させていきたいなと思います。セレロンデュアルコアの CPU T3500 っていう形になってますね。2コアの2スレッドなんですね。まあいいや、とりあえずはどんなもんか見てみましょう。 CPU とりあえずランジャー。はい、というのでですねあまりにも遅いので放置してたらいつの間にか終わってました。結果の方を見ていただいたらですね衝撃の 88CB すげーな、おっせー、すんげー。棒グラフが、今まで計測した中で僕の中でも最低ラインですね、 88CB 面白いな、逆にすげー、 88CB なんだ、100とか超えないんですね。はい、というのでまあ一応はこういう形で結果の方が出ましたという感じですね。これどんなことに使えるんやろ、ネットとかに使えるんかな、想像以上にパワーがないんだなっていうことが、ここで分かりましたね。いやいや、ちょっと他も試してみたいと思います。はい、というので今度はですねシネベンチの R20 立ち上げましたが、立ち上げるだけでとっても時間がかかってるので、どんな数字が出るのか超絶微妙ですけどね、時間もめちゃめちゃかかりそうやな。まあ別にいいかな、とりあえずはちょっと押して放置しておこうかなと思います。とりあえず頑張ってみよう、いくぞ。 CPU ランチャー。はい、というので結果の方が出ました。長い、めちゃくちゃ時間かかりましたね。もう何分か分かんないですからね、待ってる間動画見てましたからね。 188PTS もうあかんに決まっているっていう感じですね。はい、というのでまあダントツの棒グラフベベだよっていうので、もうこれやるんじゃなかった、めちゃくちゃ時間かかったし。はい、というので、まあ結果の方ですね 188PTS だよということでよろしくお願いします。はい、ということでですね一応ドラゴンクエストのベンチマークの方も回してみました。結果はこちらですね、まあ、予想通りといえば予想通りですが、標準品質 640×480 でスコア1000点重いっていう結果ですね。はい、そしてさらにはまあ一応もうやるだけ無駄かなと思ったんですが、最高品質 1280×720、 この設定では動作困難ということですね。まあ、相当厳しいスペックなんだなっていうのがこの状況から見て取れるかなというふうに思います。まあちょっとねスペック的にはまあシネベンチ最初のあたり見た頃からですねちょっと厳しいなっていうのは分かってましたが、デュアルコア、セレロンデュアルコアの T3500、まあ、かなり古い CPU ということもあってですね、まあ、今後この PC をどう活用できるのか、これちょっとチャレンジしてみたいなと。今後ですね、まあ、ちょっとバッテリーないんでバッテリーちょっと補充するのと、 CPU ですかね、やっぱり CPU ちょっと交換してどこまで精度上がってくるのか、その辺をちょっと確認をしていきたいなというふうに思います。というのでまあ今後もねちょっといろいろチャレンジしてみたいなと思います。なかなかね外観は気に入ってるんでね、使えるようやったらちょっと使っていきたいなとは思っていますけども、ちょっとなかなか厳しそうですね。まあとりあえずはこんな形で見ていきたいなと思います。今日はどうもありがとうございました。